測量山からのターミナルビル前景地図室蘭港。フェリーターミナルは室蘭港にある旅客船ターミナル。1967年より西3号不当で短距離フェリー航路を運用。その後1978年に入江地区の国鉄石炭積出し港跡地に移転。東日本フェリーにより建設された現行のターミナルビルは上空から見ると白鳥が羽を広げた形を模し、 白鳥大橋に向かい羽ばたく白鳥と小船をイメージした形で設計し、夢の始まり、旅の始まり、そして余韻、旅の玄関として印象深いものをテーマにプランニングされ、4つのバースを持ち位置バースにボーディングブリッジを設けた。その後は札幌により近い苫小牧港と競合し、建設資金回収を前提とした第3、 セクター運営による使用量の高い室蘭港に比べ国が建設し、使用量の安い苫小牧港に敗れ、東日本フェリーの経営難による室蘭港を撤退に伴って長期間閉鎖されていたが、川崎近海汽船の室蘭都、航路開設計画にあたり、小規模ターミナルへの建て替えも検討されたものの、航路像を想定した上で既存ターミナルの改修が妥当と判断され、 約8億5千万円をかけて回収した上で2018年6月より就航し、再度一般利用されている。郵便番号051-0023、北海道室蘭市入江町1-50。ありがとうございます。